月刊ウェ編集部の金澤です本日も朝日豊さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、まあタリバンがですね、はいえー、アフガニスタンの人とカブールを制圧したというニュースが入りましてで8月14日バイデン大統領が演説をいたしましてですね、うんえー、まあこの政策はトランプ政権から受け継いだものだと だからまあ、うん、自分は悪くないんだ的な風に <laughs> トランプ前大統領政権に責任をなすりつけたんですけれども、うんはい、これはやっぱりあまりにもおかしい話です、ね。そうですよね、あまりにもおかしいですよね。えー、同じように確かにトランプさんもそのアフガニスタンからの撤退っていうのを考えていたし、それのことでもって、はいえー、タリバンの側と交渉もしていたっていうのはこれは事実ではあります。で、ですが、えー、トランプさんが 明らかに違ったのはタリバンを力でで脅してていいたっていうところなんですよねで、えー、それでそのタリバンとその和平交渉の合意が一旦できたんだけれども、うん、おその合意ができたりした時に、えー、ここでお前らがちゃんとこの約束を守らなかったら他のの、ね、どんな国もおお味わったことがない。 凄まじい攻撃をお前らに報復でやってやるからなみたいな感じのことを言ってたんですよね。うんはい、でそう言ってたんだけれどもタリバンは、えー、ちゃんと期待に損わずですね、うんえー、ちゃんとその約束を破ってですね、うん、アメリカ兵を殺すみたいなことをやっちゃったわけですよね。うん、でそうしたらトランプさんはもう雨あられの空爆をブワッとかけて。うん えー、タリバンを心の底からずねもうこいつに逆らったらやべえみたいなことを、えー、体感して、うん、でそれ以降アメリカ兵を殺すということが全くなくなったっていう、まあ、そういう話が、はい、あ,のあったりするわけなんですけれどもそういう形でならず者に対しては力で押さえつけなければいけないっていうことをあの当たり前なんですけれども、うん、ちゃんと理解していたのがトランプさんで。 それが全然分かってなかったのが、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、バイデンさんだったととといいうことにななるかなと思います、うんはい、ですからトランプさんはアフガンからその米軍が撤退しても、うんえー、その上でそのアフガンの政府軍に対してタリバンがむちゃくちゃなことをやってそのアフガンを制圧するぞみたいな動きに出てきたとしたら、うん、その時には。 えー、もうの、ね、その48時間か72時間か分かりませんけれども、はいえー、それで米軍を大量投入して、うんえー、それでもって、えー、そのタリバン攻撃をやるぞっていう脅しをかけていたこともほぼ間違いないわけで、うん、つまりあそこをちゃんと親、えー、米国家として確保すると、うんえー、そこをちゃんとして虚三味投して打ち込むっていうことを やっていたのは間違いないんで、でそこのところで、えー、バイデンとやってることはまあ全く違うというふうに、うんえー、見ないといけないかなとは思ってます。はい。タリバンはいざまあ自分たちがカブードを制したからかもしれませんけれども、うん、まあ簡単に言うと女性の人権を守るとかですね <laughs>、えー、そういうことをまあ口では言ってるんですけれども、うん、まあそんなのは口だけなんですよね。うん、それはまあ口だけでしょうね。うん、でまずあのドイ ドイツの公共放送、まあ、日本の NHK みたいな、うん、放送があったりしますけれども、えー、そこの放送局で働いていたあその記者が、はい、まあいたりするんですけれどもその記者をその探しにですね記者の家族の家に行って実は、うんまあ実は。 その人はあもうドイツで働いているので、うん、地元にいなかったりしたんですけれどもそういう状態になった時に今度は家族を殺すと、うんえー、それからあまたその別の1人はまた重傷を負うみたいなこともあったことがこれはあのドイツで報じられてたりもしますし、はい、それからタリバンの戦闘員がですよね ご飯作らせて、うん、でそのご飯がまずいとかって言ってですね、うん、であの火をつけて <laughs> あの殺すみたいなそういうことも、うん、あの報じられてたりとかそれからまたあのちょっと別なんですけどどこの。 放送局だったかちょっと僕今覚えてないんですけれども、うん、その西側の放送局でやっぱり働いていた女性記者が,がいるんですけれども、うん、そこにですねタリバンがわーっと集まってきた上で、えー、もう殴る蹴る踏みつける、うん、むちゃくちゃな暴力をやってるのも、うん、これもあのツイッターなんかでは上がってたりみたいなことがあ,あ,のあったりする、うん、でこれがやっぱり本質だっていうことになるんですよね。 まあますあ言っていたとしてもタリバン自体が右往の州の寄せ集めでしかないので、うん、そのトップダウンで下までビシッとこう決まっていくようなことは考えられませんから、うん、あ当然ながら勝手バラバラな動きっていうのを、うんえー、やるに決まっているっていうところがあるんですよね。うんうん、だからら統制がが取れないい形ののの中でいくらそのタリバンのトップが 約束をしたところでですけれども、えー、彼らが本気で守ろうとはまあ 僕は思ってないと思いますけれど、うん、仮に思ってたとしてもそれが全体を統制させることができるかといったら、まあ、それは無理だなというふうに気になるのはこのタリバンと中国の関係なんですけれども、はい、東トルキスタンマウイグル自治区とも接しているということですし、うんうん、同じイスラムですからね、うんうん、その辺の動きがどうなのかなというのは気になるんですけれども。そうですねで、えー、中国はタリバンに対して、まあ、そのテロから 手を引けということをまあ盛んに言ってでそれでもって国際的な支持を得ようとしているわけですけれどもその「帝ロから手を引け」と言っているのはまあ要はその東トルキスタンいわゆるウイグル自治区のところですけれどもそこにおいての独立運動の中でまあ過激な運動をする人たちもいるわけですけれどもえそういう過激な運動をする独立運動派は中国からは いい、まあ、いて欲しくなな、うん、ととうことになるんで,、はい、でそれで、えー、タリバンにそういう人たちの支援をするなっていうそういう話だったりするんですよね、うんまあ、だから中国は自分のことだけ考えてテロをするなと言っているのであって。<laughs> <laughs> 別に全世界的にテロ行為をやめろって言ってるわけじゃないのは、うん、そもそもタリバンがそうだろうみたいな <まあ S 1> <laughs> そういう話にもまあなったりはするっていうところがありますよね、うん、じゃあその、まあ、さっきも言いましたけれども別にタリバンはトップダウンの組織ではないですから、うん、それをちゃんと守ってくれるのかとみんなが守ってくれるのかといったら、うん、絶対守りっこないわけなんです、うん、ですすしかもですよねタリバンンはイススラム教のスンニ派です。はい ウイグル自治区にいる、うんえー、人たちも,これも同じ派です、うん、ですすから同じ仲間なわけななんですよね、えー、で同じ仲間なのに、えー、彼らとは仲良くしないで,、うん、で宗教を否定している中国共産党と仲良くしろっていうふうに言われても、うん、みんな「その通りです」ってみんなそんなに納得してやってくれるかといったら、うん、そんなことはないですよね。 でもちろん末端に至るまで経済的なメリットというのをバーッと与えられるんだったら、うん、それはまあ違うとは思いますけれども、うん、そそののトップの一部にしかかうういいい利権はかないはなずですよね、うん、だからタリバンのトップの一部は中国の言うことを聞くっていう形にはなるかもしれませんけれどもむし、うん、ろですねそことつながってない他のところっていうのは。うん あいつらだけおいい思いしてる美味しい思いしてる,いしいいしてる許せねえっていうような意識すら持つんじゃないですかってことなんですなので こいつらをうまくたぶらかしときゃいいやと思ってこのトップだけたぶらかせようみたいな感じのことを多分中国は必ずいつも路線がそうですからそういうことを考えて動くんだけれどもそれが逆にタリバンの中での分裂を生んでいくっていうこともそれはまず間違いないところで、うん、はいなのでここにそのなんかね美味しい思いをうまくさせればうまくこう アフガニスタン全部を自分たちでねこうまとめることができるって思っているのはおそらく幻想に終わるんじゃないかでアメリカもソ連も泥沼に引きずられたように、うんえー、中国もこれから泥沼に引きずられる可能性は僕は割と高いんじゃないかなというふうにまず思ってるんですね。 でそれともう一つですね、はい、あの面白いと言っていいのか分かんないんですけれども、えー、アメリカの動きです。はい、で世界の首脳からももうバンバン批判をされてて、えー、そのアメリカの,そのいわゆる左派メディアと言われているようなところからももうあきれてものが言えないぐらいの <laughs> あのもうとにかくひどい扱いい扱をもうされてててるるっっう形になってるわけですよね、うん、でその中で、えー、もうこんな状態だったら同盟国はどうなるんだと、うん、台湾とかどうなるんだともうアメリカなんか頼れないっていう形でアメリカに対する信用を失墜させたじゃないかみたいな形でもって、まあ、みんなに周りからこう攻め立てられるわけなんですよね。うんうん でその攻め立てられたことに対してバイデンさんなんですけれども、ねえー、その自分は NATO の5条の,その同盟国をその守る義務みたいなのを言ってる情報があるんですけれどもそれをちゃんと守るっていうふうに制約しているし加盟国が攻撃されれば俺は絶対反撃はするんだと。 で日本や韓国それから台湾に対しても NATO とは違うけど NATO と同じ扱いだと。で、えー、アフガニスタンとそ,のそれ以外の,その同盟国とは比較の対象にはならないんだというふうに言ってでさらにアフガンは内戦だけれどもねとね、うん、統一政府のある韓国や台湾とは違うんだとまで言って。うんうん 台湾独立論行っっっちゃたたたよみたいなところまでったんでんすよね <laughs>、うん、つまり台湾に対してその中国の顔色を見て戦略的曖昧さみたいな感じのことをやってたのをここを完全に踏み越える発言をやった、うん、これはバイデンさんよくやったという話にもねなるかもしれません。 まあでもこのアフガン情勢でちゃんと独立を守るには自分の国を守るという意思も必要だし、うん、あとはやっぱり力で平和を守られるんだなということを改めてこう実感しましまたよよねね、うんうん、そうですよ、ね、今のような流れの中でバイデン政権が日本に対してですよね、うん、自衛隊の派遣をあの要請してきたという。はい まあ本当に困ったので自衛隊にも協力してくれという形がありました、うん。でこれは当初はですねその要請には応えないっていう方向で動いてたようではあるんですけれども「できるんだから行け!」みたいな感じのことを僕もブログとかでねあの書いてたりしたんですけれども。岸防衛大臣は どうも決断してくれたみたいで、うん、ね、ええー、こうちゃんとですね、えー、自衛隊を出してくれるっていう方向にですね、足を踏み出してくれましたね。おそらく今日、えー、収録日二十三日でなんですけれども、はい、おそらく今日あのー、これはあのー、政府の最終的な決定として、えー、決まっていることになってると思うんですけれども、うん、えそういう形になってます。でもそれた安保線のおかげですよね。安保線のおかげです。はい。ね、まさに安保法制のおかげですね。 でね、あれで在外法人のそうですそうです出られるようになったんでまさにそうですよね,ね憲法違反だとかあるいは法律違反だと自衛隊法違反じゃないかみたいに勘違いされている人があのいるみたいで、うんえー、なんですけれどもあのこれ外国政府の要請に応じてっていうかね、うん、外国政府と話をつけてとかっていうことにはなってないんですよ。うん、で えー、当該外国の権威ある当局が同意しとしかなってないんですよ。で別にタリバン政権を政権として承認しなくても、うん、その実効支配をしている当局であるというふうに認めた上で彼らが同意して、えー「我々はその法人を助けたいんで派遣しますが、うん、いいですか?」と言ってタリバンが「いい」って言ったら送ることはできるんですよね。うんはい で彼らは一応表面的にはあの外国人傷つけませんみたいなことを言ったりもしてるんでその建前からしたらあ承認せざるを得ないいっていうところもありますよね、うん、だそういうところでは別にこれは出せるっていう形なんで出していけばいいです。うん、で出していった上でトラブルが起きるかもしれないそれはまあ起きるかもしれませんけどトラブルが起きたらそれはまたタリバンのせいだっていうことがはっきりするっていうことにもなるじゃないですか。 だからいいろんな形でのムーブメントを作っていく例えばこれで、ね、うまくいくかもしれないしうまくいかないかもしれないでうまくいかないっていうことがあったら今の法整備ではまだね不足していると。ね。前回安保法制で頑張ってここまで踏み込んだけれども、うん、まだちょっとね足りないよねっていうことになるんだったらそこをさらに じゃあもうちょっと改正しなきゃいけないじゃないかっていうところに踏み込んでいく動きにもできるし、うん、だから憲法を変えなきゃいけないんだみたいな話にもつなげていくこともできますよねそういう運動論の見地でですねここの流れっていうのは捉えてほしいななんて思ってたりします。はいということでいろんなことが読み解けでは不頑丈性でしたありがとうございました。